はい、電波チベイプスの電波して申します。今日はね、今さっきね、家に謎の小包が届きました。っていうのもね、この前生配信してた時に、とあるね、モッドがね、もう私も全く使ってないモッドがあったんで、よかったら送りつけますよっていう風に言って、今朝ね、送ってきたんですけど、それとほぼ同時に、何か送りますって言われて、楽しみにしててくださいって言って、おって思って、でそれを、今、開封しようと思います。いただいた方はね、ツイッターの名前だと TT さん。で、YouTube の方だとね、ケロロ軍曹さんっていう名前で、よくね、配信とか、に来てくださる方です。本当にありがとうございます。本当にね、何が入ってるか。多分ね、重さ的にね、配信で言ってたものだけじゃないのかなっていう気がするので、ちょっとね、何が入ってんだろうって、すごい、全然わかんないんで、ちょっと開けていきたいと思います。ベイビー用品なのかな？物はね、後日レビューで撮ろうと思います。で、開けてきます。はい、じゃあ開けてきます。梱包材が入って、おお、なんかいっぱい入ってんな。まず一つ、ロイヤルクラウン RDA、 これはね、代わりにお渡ししますよって言われて、これは知ってましたけど、アルコーズジャパンですか。電子タバコ関係だとね、有名な、レビューアーの方たちが立ち上げたブランドで、それの第1弾商品ですね。こういうね、RDA ですね。を、いただきました。ありがとうございます。これはね、後日レビュー撮ろうと思います。で、ね、いっぱい、ほんといっぱい入ってんな。これが5時かな？ジョージ ?5時？アドビ県ですね。マンタとか作ってるとこっすね。よいしょ。私これ全然知らないな。工事。結構デカめですね。24かな。こんな感じで、多分シングルの、ワスプナン方式って言ったらいいんですかね。っていう風なアトマイザーかと思いきや、多分これエアフローがすごい不思議ですね。コイルはこうやってつくんだけど、エアフローはね、こういう方向みたいな。そんな感じっぽいですね。ちょっとこれも後でレビューさせてもらいます。ありがとうございます。OBS エンジンナノって書いてありますね。 RTA ですよね、これ多分。でかっ、何ミリこれ。なんかでかい RTA が来ました。シングル運用のでかめの RTA ですね。多分こういうタイプの RTA って私確かにあんまり持ってないんで、ちょっと面白そうですね。エアフローも上からなんで、ちょっとね、これは気になりますね。すいません、ありがとうございます。まだ入ってますね。お！こりゃすげえぞ。ミニキン2っす。しかも俺多分これ一番気になってた色じゃないですか。デュアルバッテリーの。アスモダスのね、かなり有名なモッドですね。昔ね、ミニキン2買おうと思ったんだけど、高くてやめた覚えがあるんですよね。で、買うんだったらこの色かなって思ってたので、こういうなんか、ちょっと、傷感のある、ステンって言えばいいんですか？これはすごいな。すいません、ありがとうございます。これもうだって、総額超えてますよ。私本当にメカチューブ1本しか入れてないんで、ちょっと恐縮ですね。で、次がラストっぽいですね。よいしょ。マーベルって書いてありますね。ニュージェネレーションポッドシステム。ポッドだ。マーベル。結構見た目かなりおしゃれですね。ポッド自体はこうなってて、中に何にも入ってないですね。でね、RBA キットがついてますね。こういう、RTA の形した。これ、組むの大変そうだな。ちょっと、私ね、リビルダブルのポットって多分使ったことないんですよね。ちょっと面白そうなんで、使ってみようと思います。
これ見た目はねかなり好きですね。全体的にシンプルにまとまってるんだけど、こういうね突起部分がね結構ゴツゴツしてるんで、個人的にはこれ結構ありですね。はい、というわけで、アトマイザー3つと、モッド2ついただきました。すいません、正直こんなに物が送られてくるとは思ってなかったです。本当にありがとうございます。多分ね全部中古だとは思うんですけど、中身見た限り別にそんなになんかやべえなっていう感じもなかったので、私の方でねアトマイザーはちょっと人洗いしてから、使おうと思います。全部レビューします。すいません、本当にありがとうございます。励みになります。ほぼ間違いなく、私が送ったモッドの総額より高いですね。ちょっと今びっくりしてます。はい、ちょっとね、これだけね期待されてるんだろうなっていうね、ちょっとしたプレッシャーと、こんなに期待してくれてるんだっていうね、ある種のすごい喜びというか、すごく嬉しいです。こういうね爆炎っぽいタンク、多分私ゼウス X ぐらいしか使ったことないんで、ちょっとこれはね面白そうだと思いましたし、でね、これもね一時話題になったやつなので、実力はいかにってとこですね。そこでちょっと見ていきたいと思います。で、このゴージってやつもね、エアフローがね結構ね変というか、ほんまにこれ大丈夫かみたいな変な意味ですけど、ちょっとねそういう感じを覚えたので、これもねこのエアフローってどうなのっていうところをちょっと話していければいいなと思います。で、ミニキン2はねもうね説明いらないでしょ。こんないいモッドなかなかないですよ。スタックだったらもうこれでしょみたいな変な言い方ですけど、あえて避けてきた感はあるんですよね。こんなねこんないいものもらっちゃってね、もうどうしましょうって感じですね。で、最後ね、このマーベルのポッドキット、替えのポッドはね多分おそらく、本人で使われたんでしょう。多分入ってないです。で、なんでリビルダブルでこれがどうなるかっていうのをねちょっと試してみたいと思います。リビルダブルのポッドって私初めてなんで、ちょっとね実力がいかにってとこですね。はい、じゃあそんな感じで、本日はTT さん、ケロロ軍曹さんからいただいたものの紹介になります。ここら辺の動画はね後日、順次上げていこうと思います。一筋縄じゃいかないやつ、これ以外ちょっとね一筋縄じゃいかなそうなものかなっていう風な印象を受けたので、ちょっとね気合い入れて動画作ってやろうと思います。はい、じゃあそんな感じで以上になります。ありがとうございました。